長尾影中は、室町時代中期の武将。三内上杉家の火災。上野国、武蔵国守護代。上野群馬郡白井城主。大田道真と共に、関東武装の安社と称された。孫には、長尾影春、大田道館がいる。鎌倉長尾氏の長尾冒系の次男として誕生。母は、白井長尾氏の長尾政形の娘。 母方の叔父、長尾影盛の婿養子となって、白井長尾氏の家督を継いだ。14歳であった王衛8年、養父の死によって、上杉氏の重心である、白井長尾氏を継ぐ。当時の火災であった長尾氏の長尾忠政と共に、上杉賢者を補佐し、以後5代の当主に仕えることとなる。王二23年の上杉全州の乱では、結ヶ浜で、 上杉全州の軍を破って主君である、関東官令、上杉の本と鎌倉久保を、足利持氏を鎌倉へと復帰させた。影響10年、持氏が則本のいとこで、関東官令、上杉のりねを討伐しようとして、影響の乱を起こすと、長尾忠魂は則りねを、上の平以上に迎え入れて持氏討伐の兵を挙げる。この戦いで、影中も副将格として出陣し、 忠政が持ち家を捕らえた際にも功績があり、続く有機合戦でも功績を挙げた。文案元年、忠政が火災を知りくと子供たちを連れて出奔した、のりざねに代わって、三内上杉家当主を兼ねることになった、のりざねの弟である、越後国主後上杉清方の要請で、三内上杉家の火災に就任した。ところが、この年に清方は急死し、 ノリザネはイント遁ン生活からの復帰を承諾しなかったために、先の影響の乱で廃絶した鎌倉久保に続いて、関東官令も空位となって、関東の政治は停滞した。そこで影中は、大木谷上杉家の火災で、向この大田助清と相談して、ノリザネの長男、竜忠を連れ出して、関東官僚を継承させた。しかし、 いとこの佐竹三江さだに家督を継がせようとしたのり座根は、これを認めなかったため、影中はのり座根、ね、実定を排除して、のりただを擁立することになった。ところが、足利持氏の維持、長年大丸を、新しい鎌倉久保に擁立する動きが清方の、後を継いだ越後守護、上杉坊王朝や関東諸省の間で起き、室町幕府もこれを容認した。文案四年。 長年王丸と則忠は、鎌倉に入って則忠が、関東官令に任命され、2年後の法徳元年に、元服して、十五位下左馬頭に任命された。長年王丸は八大将軍、足利義成の一時を配慮して、足利重氏と名乗って、正式に、第5代鎌倉久保に就任した。だが、重氏が、影響の乱、有機合戦で、 鎌倉久保家に準じた武将の維持たちを側近として登用するようになると、上杉氏やその家診断の反発も高まっていった。法徳2年、相模国鎌倉軍長王が足利重氏の命令を報じた柳田持助に横領される事件が起きた。この地はその名の通り、長尾市発祥の地であり、そこにある古礼宮は長尾市一門の祖先祭祀の中心であった。この事態に、 影中ら長押し一族は激しく憤慨して、茂氏に激しく抗議したが、茂氏側は返還には応じようとしなかった。同年4月20日、影中、大田道真が鎌倉に兵五百機を入れて、謀反を起こそうとしたが、茂氏は事前にこの情報を入手すると、その夜のうちに鎌倉を脱出して、江の島に立てこもった。翌日には、由比ヶ浜で、両軍は交戦した。 長尾、大田軍は惨敗した上に、事情を知らない主君、乗忠だまでが、重氏救出のために、おば氏らを出陣させたことが明らかになったため、影中と道真は、道真の主君である前を大喜多に上杉家当主、上杉持友のカスヤに逃げ込んだ。乗忠だは事件に全く関与していなかったが、襲撃したのが長尾、大田の兵であると知って謹慎してしまった。 その後、茂氏は、鎌倉に戻り、則忠も10月に入って職務に復帰、その懇願によって、影中らの罪も赦免された。ところが、その後も、茂氏側、則忠側双方の武士が、対立陣営の所領を横領する事件が頻発した。このため、則忠、持友は、茂氏だ倒を計画する。だが、京都区3年12月27日、影中が、 長尾号の御霊ぐるに、泊まりがけで三景に出ていた夜に、則忠は、重氏の御所において、重氏軍に撃たれてしまう。この時、上杉氏の火災職は、江ノ島合戦で失脚した影中に代わって、義兄弟の長尾実刑が任じられていたが、実刑も、着男、刑重と共に重氏方の襲撃によって殺害された。則忠暗殺の知らせを聞いた影中は、鎌倉に戻ると、 直ちに官僚や式に火を放つとともに、のりただの、性質ら生き残った人々を持ち友のかすや館に、避難させた。かすや館に着いた影中は、持ち友ら上杉一族の要人と協議して、京都にいるのりただの弟、ふさを次の関東官令に迎え入れるとともに、重げを討伐することを決めた。さらに影中はそのまま両国の上野に入って、兵を集めるとともに、死者を、越後守護。 上杉坊帝に派遣して、援軍を求める一方、嫡男、影信を直接京都に派遣して、ことの次第を幕府に報告、ふさを迎えることにした。そして、影中は、長尾実刑及び後継者である刑獣の殺害によって、空席となった火災の地位に、再び着くことになった。交渉元年に入ると、重内は、上杉氏の本国である上野を攻略するために、 鎌倉を出発して、武蔵府中の高安寺に入った。この知らせを聞いた影中は直ちに、上野、武蔵の兵を率いて、府中に向けて出撃し、上杉一族もこれに合流すべく出陣した。だが1月21日、部外河原の戦いにて惨敗し、大木谷上杉家当主、上杉秋房、犬剣上杉家の上杉則明ら名だたる武将を多く、失い、難を逃れた。 影中だけが残った軍をまとめてかろうじて、日立国小栗城まで落ち延びることができたが、うるう四月には、小栗城も、重氏軍に攻め落として影中は、上野に逃れた。だが、重氏も、上杉市球院に駆けつけた、今川の利忠によって、鎌倉を追われて、下佐国小賀城を根拠として、小学坊を名乗った。その後も戦いは、関東地方各地を分して展開し、 長六三年の上の、破熱に、原の戦いでは、重氏軍を打ち破るなど、上杉軍の中核として活躍して道真と並んで、東国不双の安謝などと呼ばれた。干渉四年、鎌倉にて死去、去年七十六、関東関領上杉氏と白井長尾氏の発展のために力を尽くした、生涯であった。着難の影の部が、火災職を継いで、 三来上杉家を統括、生死との戦いを継続していった。法徳二年に総派や指示を、回帰、木造が安置されている。文案三年説も、また死因は自殺とも、現在の横浜市栄区長美大、現在の神奈川県伊勢原市、現在の茨城県筑生市。ありがとうございます。